次は青いちょっといいですか。はい。あ、うん。青ですよ。コバルトブルー。空はセルジアンブルーじゃないかな。あ、空はそれ行くんですね。あそこの下の 2番目だよね。ああ、そうですね。泣いたとかない。私もこちら高校生の頃先生も天才だって言われて。そんな書きますよ。天才なんだ俺。完全な勘違いしてます。西脇さんは美術取ったんだっけ。あ、みんな美術、みんな美術やるんだ。お茶もダメだし、あ、いや、手術もダメだから。あ、そうだっけ。そう、なんかそっからの選択だったと思う。昨日って1年の時みんな音楽 やったんじゃなかったっけ。1年はね、で3年で3年でスピアノ取るのか。この段々の付け方がまた間違えたんです。これ巻いたところでは分からないんですけど、これって何かあるんですか。暗い部分じゃないかな。暗い部分、なんか大したも の, ものではない、ものっていうものはないんじゃないかな。石じゃないね。乾かして、はい、あの使うと補充して固まらないと使えない、ベチャッと取れちゃうから、ずっと乾かして。あ、なるほど。一番向こうの方がまだ乾いてないやつです。ああ、ちょっと余裕がある。旅行中だとね。旅行中だと、あの絵の具補充すると冷蔵庫に入れて乾かします。冷蔵庫乾燥してんで。あ、そうですか。あ、鉛筆使わないんです。ん、鉛筆を使わないんですね。最後の絵で、あんまり教えないで30分で描けって言って、みんな30分でやってます。私たち油だとね、ちょっと混ぜてるうちに、うん、上から描けばいいけど、うん、水彩は、ね、白いところ残すっていう、後から白できませんからね。この油は白べったり。教えるの推薦だってですね、あの道具が売れちゃうし、2階のところで教室やれとか言われるけど、ね、社長のここの出てる小野里アテレポートっていうのはどのくらい、 何年前くらいからやってるんですか、ここで。2003年。はい、ここに引っ越してきたのがね、あのあれですけど、違うところで、違うところが教室使えなくなったんで。メンバーさん、やっぱりスケッチにはたくさん行ってらっしゃるんですか。あの、イギリスでスケッチするんですよ。え、イギリス。あ、そうですか。イギリスで
イギリスに26回ぐらい行って、それで700箇所で書いて、2000枚ぐらい書きました。各地の主催者が教える人を雇って、そして生徒を募集して、そしてそこに参加すると、イギリス中から絵描く人が来て、で晩あの描くところに連れてってくれて描いて、晩は一人でご飯食べるんじゃ寂しいだろうと思って、毎日違うレストランに連れてってくれて、そして楽しいんですよ。いい仕事をしてるね。ここ分かりますか、今書いてるところ。ここ、はい、これどっか、これ神社、これ港の見える廊下公園の、あ、なんか展望台のような、はい、ね、丸いのがあります。あ、噴水の近くの、そうです、噴水からこれ水階段で流れてるんですよ。でこうくるって回って向こう、あの、無敵橋の方に。ああ、インドからも是非見るのがありましたね。あ、そうですか。インドから持ってきたものがある。あれは山下公園の、山下公園、そうです、そうです。水のでしょ、あれ山下公園の。太鼓炉って額の大きさです。太鼓炉っていう。太鼓炉。はい。太鼓炉ってその大きさで、その下が四つで、その下が太子で、その下がインチっていう額の大きさです。どれぐらい？もうほぼ出来上がります。すごい。早い。課題、課題がそうなんだ。早くからこっちの課題なんだ。課題って言ったら早くから。いや、これは簡単じゃないですかって言ってたから、本当そうなんだ。ありがとうございました。どうも、どうも、お引き止めして。見せていただいて。
廃墟みたいな。いや、前っすよ。廃墟になっちゃう。ちゃんと人もいるし。ちょっとこれが人なんだか何なんだか完全に私は人を忘れてましたけど。